日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。次はここ一番屋のソーセージカレーを食べたいと思います。こちらですね、自分が普段から購入させていただいているコトブキゲームズさんが LINE の中で、ね、このココイチのソーセージカレー好きなんですよねと前におっしゃっていたことがありましたので、ちょっと気になって食べたいなと思いました。現在、なんか福神漬けがこのように別添えになっているんですよ。では、さっちょっと。福神漬けを添えて、いや添えてというかかけて、いただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。では、カレーに浸ったソースの味がいただきます。うん、ホットドッグとかだとおなじみだけど、カレーに入っているソーセージはいかがかしら。そうですね、パキパキしていて食感が楽しめるのはカレーでも同じです。美味しくはあるんですけど、どうだろうな、これ何かな。確かに美味しいは美味しいんだけど、ちょっとご飯と一緒には食べにくいかな。そのまま丸々1本入ってるとどうしてもそれに口の中を取られてしまったり、スプーンで入らなかったりするので、美味しくはあるものの、ちょっと考えものかるところもあるかなという感想です。まあお肉の味はしっかり楽しめるので、好きな人は好き、一気に食べたいなっていう人はちょっとじれったくなる、そんなカレーですね。詳細なレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。辛さは普通なんですけど結構ピリピリきますね。でウインナー、じゃあソーセージもパキパキとしていて食感もしっかり感じるので美味しかったんですが、ちょっとぶっといのでカレーと一緒に食べるには少し向かない気がしました。美味しいけどカレーにはちょっと合わないかなと自分は思いました。まあこの辺もお好みですかね。ちょっと細かくてご飯と一緒に食べやすいので食べやすいという点ではいいです。ではそっち、ちょっとイマイチですが、ソーセージ、いやウインナー、どっちだっけ、ソーセージカレー、ソーセージ自体は美味しく、なので今回食べたソーセージカレーここ一番は4点とさせていただきますね。というわけでご視聴ありがとうございました。で今回話題に上がりましたことぶきさんのチャンネルは概要欄にリンクを記載しておきますので、そちらもよろしくお願いしますね。ではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると、私日常演舞とことぶきさんのチャンネルを登録していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。